ロリーポップスと題されましたポピュラーな5つの小説を集めたコンテストーリーです。曲名はイージー・ユーナーズ、オールド・シャレー、クラーケン、日本の浜辺の歌、そして最後がブルース・マーチ。大変楽しいムードの演奏でした。まあ、彼らの様子を見ておりますと、いかにもイギリス紳士といったですね、几帳面な様子も一方でありながら、まあ、他方でですね、大変ユーモラスなセンスに溢れた、おどけた仕草などもステージで見せておりまして、なかなか楽しい、金管奏者らしい、生き生きとしたステージマナーであります。で、このフィリップ・ジョーンズ・ブラス・アンサンブルのメンバーをご紹介しておきましょう。まあ、リーダーはトランペット奏者のフィリップ・ジョーンズです。で、その他にトランペットは3人おりまして、ジェームズ・ワトソン、からマイケル・レアード、ジョン・ミラーといった人たちです。それからホルンが一人ですが、アイファー・ジェームズ。まあ、これは今日もソロを聴かせて、などおりますが、まあ、この方はですね、ロンドンのロイヤル・アカデミー・オブ・ミュージックの教授でもあり、まあ、なかなか優れたホルンの演奏を聴かせております。それからトロンボーン奏者が4人おりますが、ジョン・アイブスン、それからデイビッド・パーソン、ロージャー・ブレンナー、そしてレイ・プレムリー、そしてテューバ、まあ、テューバも大変達者な演奏家ですね、ジョン・フレッチャー、まあ、この一人のテューバが入りまして、都合10人というのが、フリップ・ジョーンズ・ブラス・アンサンブルのメンバーです。場内の、まあ、盛大な拍手に応えまして、アンコールが演奏される様子を聞いてみましょう。
アンコールは、ピコピコでありました。このソロトランペットを吹いておりましたのはジェームス・ワトソンですが、まあ、この人もロイヤル・アカデミー・オブ・ミュージックの教授をしている人です。演奏の途中でトランペットがちょっとこう曇ったミュートがかった響きになったのを気づきになったと思いますが、まあ、これはですね、ステージを見ておりますと、まあ、ホルンなどのこの朝川のところへですね、その近づいていってその息を吹き込みまして、そしてこうしたこもった響きにしていくという、まあ、大変この奇抜なアイデアの音色の変化が生まれておりました。今日はフィリップ・ジョーンズ・グラス・アンサンブルの大変楽しい演奏を聴いていただきましたが、これはこの6月12日に千葉県の習志野文化ホールで行われたコンサートからお聴きいただきました。